ジェラール・クロワゼ、ジェラール・クロワゼは、オランダの自称、超能力者。本名ヘイラルト・ブクビンダー。行方不明者などを超能力で探し出すと言われ、精神官応能力者と呼ばれる分野の超能力者の先駆者となった。しかし、彼の超能力操作は、失敗が多数あり、例えば、1966年のアデレードにおける、幼児失踪事件の捜査は、完全に失敗している。 その他、自分の成果であるように捏造していることも分かっており、彼を超能力者と呼ぶことを疑問視する声も多い。日本では、ジェラルド・クロア・ゼットと英語読みで紹介されていた。1976年5月3日、ネットの招待で来日。行方不明の7歳の児童を超能力で捜査し、5月5日、放送のテレビ番組、水曜スペシャルで、水死体を、 山倉ダムで発見した。なお、山倉ダムは、同日に警察が捜索する予定であったなどの当時の捜査状況などを調査したところ、彼が超能力で発見したのではなく、偶然のまぐれあたりだと解釈されている。同年12月に再来日をしたが、この時の超能力捜査はすべて失敗している。帰国時にスタッフが、また来てくださいね、と言うと、クロアゼは、無理だよ。 もうすぐガンで死ぬからと言葉を返したと言われている。ありがとうございます。